はい、皆さんこんにちは、フラワーティーソシンです。最近 YouTube では YouTuber 同士がこうコラボレーションして動画を作っていくっていうのがよくあるんですけれども、僕もね、ぜひそれをやりたい。で、ぜひコラボレーションしたいのは、なんか今回もう100万人を超えちゃったって言って動画出してたんですけど、まほっちゃんがいいんですね。まほとくんが、と対戦がしたいんです。ただ、どうやって、連絡取ったらいいのかとかも全然わかんないんで、一応こう動画で先に言ってみました。まあね、全然ね、僕の方が YouTube では格下なんで、もうほんとお願いするような形になるんで、ぜひお願いします。ただフラワーデザインの土俵に来たらお前を叩き潰してやる。その代わり僕もおっちゃんの土俵で戦えるか。ぜひ見てたら、まほとくんよろしくお願いします。では本題に行きましょう。今日はこちらのね、器にアレンジをしていきます。その時に、まあ、こういう大きい器の時って何が一番大変かっていうと、このフォームを隠すファンデーションワークっていうね、作業が大変なんです。この作業で結構こうアレンジのね、なんだろう、余分な葉っぱをたくさん入れてしまったりとか、枝物をたくさん入れたりとか、花をたくさん入れてしまったりして、バランスを崩すことが多くあります。ただ今回はこれを一発で解消するアイテムがあります。皆さんがよく知ってるあの刃物です。そう、その刃物は皆さんのよく知ってるこのモンスター。この刃物だと一発でファンデーションワークができます。今日はそんな方法を見せつつ、皆さんに2週間持つアレンジメントを作ります。今日はね、盛りだくさんなんです。なんせね、これまほちゃんに、まほとくんにね、アレンジメント対決を申し込んだ動画でもありますから。あ、見てないのは知ってますよ。見てないんでしょ。分かってるから、コメントしなくていいから、大丈夫だから。で、行ってみよう。行くぜー。キャン。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。